おはようございます、こんにちは、こんばんは。好きな芸能人は中条あやみちゃん。どうも、あのポールチャンネル管理人のピロです。いやー、可愛いですよね、中条あやみちゃん。あのちょっと昔にやってたあの GU の CM の教えないっていう笑顔がすごい好きです。まあそんなことはさておき、今回はね、このノーザンバナムンディのアロヘ君にね、餌をあげてみた動画第2弾ということで、土壌をね、今回はちょっと上からぶち込んでみようと思います。まあこのアロヘ君ね、まあ、前回のところで今すごいこうバク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 ってこう食べるんでね、私自身も本当餌やりが毎日毎日すごい楽しみです。ではではね、早速土壌をぶち込んでアロヘ君のかっくらう野生の姿をどうぞご覧ください。ではでは、餌やりスタート。はい、ではね、今回はこの土壌をねアロヘ君にあげようと思います。まあね、この土壌もね、前の動画にあったアメリカザリガニ同様ね、あのすぐ近所の田んぼの脇の水路からね作ってきました。いやー、今の時期ね、あんまりこう水張ってるところないんですけども、やっぱね、残ってる水路にねいるんですよ、まだまだ全然、はい。まあ、なるべくね、私やっぱこういう生き餌をあげたいという気持ちがねすごい強いんでね、なるべくこういう餌をちょっとまあ多少大変ですけどもね、あげていこうと思います。うわ、もうすごいよこれ、もうこんなもピッチピチピチピチさ跳ねてさ、ほらめっちゃ暴れてんじゃんこれはい、ではね、早速やっていきます。はい、以上にて餌やり終了です。まあ土壌をあげてみた感想なんですけども、結構やっぱこう土壌ってすごいこうニュルニュルっとこう暴れるじゃないですか。でやっぱこう水中を泳ぐ姿もこうなんていうんですかね、こう体をこう全身くねらせて歩くから、やっぱこうノーザンバナムンディもねすごいこうやっぱこう食をそそると言いますか、反応がやっぱいいような気がします。まあ何あげてもそうなんですけど、うちのアロヘイ君、はい。でもやっぱねこうバグッとやっぱいきますね、はい。まあ、今後もね、まあ、こんな感じで配信していくんでね、ぜひともね高評価&ね、あのうちのチャンネル登録してもらえればすごい嬉しいです。あの右下のね、このマークを押してもらって、ぜひとも登録してください。よろしくお願いします。ではではね、また次の動画でお会いしましょう。で皆さん、風邪ひかないようにね、お体に気をつけて生活してください。ではでは、See you!